どうもどうも、73ベースでございます。はい、はい、今回ですね、はい、緊急動画をちょっと回しております。はい、はい、発表がございます。と今ね、収録しているのが6月9日、はい、ちょうど1本目を3日に上げて6日経過した。あ、まだ1週間経ってない。そう、いいですけど、はい、およそ2日前ぐらいかな、3日前ぐらいに、うん、無事73人、そしてなんと73人第一関門ね。そしてなんと、はい、730人突破しました。はい、第二関門ね。そしてなんと、はい、気にしていなかった第三関門、はい、911人超えました。いや、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。本当に2本動画を上げたわけですけど、はいはい、なかなかね、いい評価、反響をいただいて、編集にもやる気が出るなと。すごいよね。いい編集中でございます。はい、編集、マジちょっと天才なんじゃん。もうちょっと言って。え、もうちょっと言いすぎるとさ。もうちょっと言って。いや、でも本当にね、今日もうやれない。みんな言ってあげてください。はい、コメント欄にお願いします。はい、やっぱりね、うん、褒められて伸びたいと思。あ、本当ですか。はい、はい、コメント全部読んでます。全部ハートつけてますからね。はい、テントも一緒にね、作ってくれてます。ハートつけてますよ。はい、2人で読んでますね。こんなあったねっつって。コメントって嬉しいんだね。嬉しいよね。やっぱなんか新しいものをスタートして感想をもらえると、やっぱ、うん、あ、なんかやってよかったなとかさ、うん、あとなんかもう高評価ボタンだけでも嬉しい、うん、てかもう見てくれた再生回数で嬉しいね。なんであんな気になっちゃうんだろう。気になっちゃう、ね、見てくれるかなみたいな。めっちゃ見てるもん、登録者数を。何回更新してるか。ね、なんかさ、たまにさ、こう、こうきくんから LINE 来て何人超えたみたいな。そうそうそう、報告するんだよ。LINE 来て、え、マジでって俺のさ、画面で見ると俺の少なかったりするんだよ。うん、何なんだろうね。なんかたまにあんの。そう、たまにあるんだよ、それが。え、俺のまだ達成してないみたいな。うんうん、まあでも、こうきくんの画面に達成してるんだったら、してる。まあしてるのかって。そうだね、ちょっとケント電波が悪いっていうんじゃないですかね。はい。まあそんな感じでね、はい、目指せ。7300人、ちょっとまあ大きな高いハードルですけど、はい、なかなかね、やっぱね、やってみて思ったけどね。そうだね、7300人ってね、だって友達にね、YouTube やり始めたんだよって話してさ、うん、友達も見てくれて、で、登録してくれて、はい、で、いや、7300人って結構えげつないことをしてるね、みたいな。はい。結構えぐいと思うよ、みたいな。はいはいはい。ことを言ってて、いや、そうだよね。でもやっぱそうなんだね。うん、そうなんだよ。結構難しいよね。難しいよね。まあまあ、でもね、諦めずに面白いことをやっていけば、はい、いつか評価されると、はいはい、いうことで、はい、面白いコンテンツを次もね、次もというかもうすでに企画第1弾が上がってるはずですけど、はいはい、うん、前編後編でちょっと長くなっちゃって、また収録が2本上げてますけど。うん、それがね、また見ていただいて、また今後ね、こんなんやりたいねみたいなのいっぱいあるんでね。そうですね。明日もね、撮りに行くから。撮りに行きましょうね。撮りに行くからね、ちょっと撮れるうちにね、はい、いっぱい撮って、たくさん撮って、うん、編集を頑張りたいなと思っております。お願いします。さあ、そんなところでですね、私今日、はい、持ち込み企画、あれ、持ち込みプレゼンツ、プレゼンツ、小野さんに私プレゼントがございます。何ですか、何ですか。はい、私ですね、やっぱり YouTube を始めるにあたって、うん、今一つ気に食わないことがあるんですよ。はいはいはい、納得いってないことが、あの YouTube の私たちのページで、ページ73ベースっていう名前、あ、いいよ、いいね、動画も面白いよ、面白い、登録者数も増えてるよ、ただね、何、アイコンが嫌なのよ。なるほどね。あの写真はいいんだよ、あの写真はいいんだけど、あのちっちゃいところにさ、わかんないの、何か。あー、そう、あ、確かに私あれが気に食わなくてですね、ただいい写真がないと、うん、まあ、写真っていうのもな、みんな写真だし、確かにね、おや、発注しちゃえと。いつの間にロゴ発注しちゃえっつって。発注してですね、うん、何度かデザイナーさんと意見を交換しましてですね、お、完成しました。早っ。仕事が早いと、はい、仕事が早いで有名ですから私は。はい、今回それをね、小野さんに発表したいと思います。もう私の独断と偏見でロゴを決めました。マジで、はい、ち
これをねぜひ見てください、はい、いくよ。えもう OK、 いや結構楽しみだ。ナナさんベースのロゴはこちらです、はい、おーいいでしょうよ。いいわでしょうよ。うこれいいでしょ。いいこれ7と3ってねくっつけると B になる、近くなる。ほんとだ、気づきました。うん、はい、あベースの B ね、うん、うわおしゃれこれ。でもちょっと斜めの色をね入れて。いやこの色いいね。いいでしょ、ちょっとエンジっぽいのもいい、ね、そうなのよ。それも言ったの、この車も見して、うん、ちょっとメタリックなレッドと、うん、あのちょっと深めの緑っていうのをちょっと頼んでね、うん、オーダーして。うわすごい、はい、いいでしょ。いやいい、これ欲しいもん。これさ車に貼りたいでしょ。貼りたい、それを目指したの。車に貼りたい、ステッカーにして車に貼りたくなるロゴ。うわこれは貼りたい普通 に。しかもね丸なのがいいわ。あやはり、うん、これねいろいろ案があったんです、後でちょっとお見せします。あのあったんですよ。でもねやっぱ丸がいいんじゃないかっていうことで丸にしてもらって、これとねもう一パターン、一応あの英語版も作っております。ほらはい、英語版、英語版も英語版でねいいのよ。すごいねこれ、こちらです。うわいいいいでしょいい、これちょっとねポルシェのロゴをちょっとイメージして。あーなるほどね、はい、文字読み。いやめちゃめちゃいいわ、確かに、はい、いやもうめっちゃなんかレーシーな感じもあるし、そうポルシェ感もあるし、これあんた貼りたいでしょ。これ貼りたい、うん、あもう俺貼るとこ決めたわ。うそ、うん、天井、天井にでっかくと、天井にでっかくと思うがちょっとやめてもらってもいいですかそこだけは勘弁します。天井もしくはフロントガラスにドン。いやいやもう前見えへんいやこれいいでしょ、これいい。これさあれね、こうガラスの、うん、例えば内から貼りたい、あ 上とかにね、あのいやこの、ね、いやでもすごいいいでしょ、めちゃめちゃいいよ。このシンプルな丸バージョンももらってるから、お、まあ、これ結構いろんなのもらえるから、あの白黒とかも。これ結構あれじゃない、お高いんでねえですかこれは。私今回頑張りました、頑張りました頑張りました。あのお知り合いのね、ちょっとこれもあの概要欄に紹介しておきますけど、ロゴとかデザインしてもらいたいときはあのルーツデザインさんっていうところにね僕今回お願いしたいんですけど、ああお願いしてもらえると、はい、いいロゴ、いいデザインと、うん、結構企業さんのイベント あのイメージとか作られてる会社で、すごいさすがだわ、はい、私のねコネクションをフルに活用しまして、ちょっとお願いしますと、ちょっとお金がないんですと、まだあのちっちゃいサイトなんですと、我々のね、もうちっちゃい T シャツ作りたいもん、これ作りたい、もうステッカーと T シャツとタオル、うんいいね、いいよね、うん、じゃあちょっとあれも見せよう、他にどんな案があったか、うん、いや私ね一回ちゃんとデザイナーさんから来てるのよ、ちゃんと説明してるからケントが思う、うん、うわポルシェモデルも実はあったんです、うわ、はい、いい、はい、なかなかいいでしょこれ、なかなかね難しかったのよ決断が。いやいいわ、いい、確かに、うん、ただ俺が思ったのはケントはそのポルシェ乗ってるじゃん、うん、ってことはこのポルシェエンブレムが2つはおかしいと思った。あなるほどね、そうだからあそこに貼るならいいよ、あ、はい、ポルシェ剥がしてね、うん、やるやって、それやってみる、ちょっとポルシェのボード剥がしてこらってみる、いやそれはちょっと違うか、そうそれならいいかなって思ったんだけど、でもそれが2つあるってやっぱちょっと喧嘩しちゃうから、うん、じゃあちょっと丸かなっていうことで、丸にちょっとこの縦よりもじゃあ横かなみたいな、このいろいろ議論をした結果よこれ、はい、なんかあれみたい、ゼッケンサークル、うん、あのよくレーサーとかがさ、うん、はい、こうドアのゼッケンを貼るんよ、丸で何番7番とかさ、うんうんうん、10何番とかさ、はいはいはい、貼るんよ、うん、あの自分の車何番かって分かるように、うん、それに似てる、いいでしょ、いいレース感あるでしょ、うん、でこれはあのカタカナのさっき俺が悩んでたやつ、あこれはこっちこれを選択した、多分ねこれだと思う、あ俺もそれだわ、うん、ちょっとね、うん、他のも可愛いんだけど、でもなんか俺らのイメージはこれじゃないかなっていう、これはさ、うん、こういう案があったよってみんな見れるのか、お見せします、おここに、ああ出してここかに、うん、出してすごいわ、はい、いやさすがセンスありますね、いやこのデザイナーさんとね、いやもうさすがですよ、お話をしてね、うん、この
ルーツデザインの山口さんにぜひね。おお、山口さん、ありがとうございます。はい、今度ご紹介します。あ、お願いします。お礼を言ってください。ちょっと、はい、あの破格でやっておいたね。破格でね、はい、ね、だから今後ね、ちゃんと有名になっていろんなものを注文したいなと私は思ってます。そうですね、恩返ししていきたいですね。はい、今ね、あの俺が欲しいのはね、あれなんだよ、アイキャッチずっと言ってるけど、ああの動画の間に入れてるやつ、あの今73ベースでさ、そう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 、ブーンですね。そう、あれは俺が勝手に作ったシンプルなやつ。あれもすごいけどね。あれをなんかもっとかっこよくしたい、いろいろなんかいろんなレパートリーが欲しいっていう。 あれなかなかね、編集助けられない切り替わる、なるほどね。ああ、なんかの節目の時に、そう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 、そういうこだわりがねあるんですよ。いや、すごいわ、めちゃめちゃかっこいい。はい、これね、なんかこの動画が出た次の日にあのロゴをこちらに書いちゃう、書いちゃいます。お、早くみんなに見てほしい。いや、もう見てるから、今の動画の時点でも見てるから。あ、だから違う、今の俺の、今の俺の気持ち。あ、それ今言ったの、ね、そう、今の俺の気持ち。録画だからさ。お前が力入れてやっていこうかなと思っておりますんで、お願いします。皆さんもね、お力添えの方を。そうね、あのあれです、前回の料理の、うん、あのかなさんキッチンのね、うん、あの記念すべき第1回目の動画から使わせてもらいましたけど、はい、あの、はい、ツイッターの方にお寄せいただいたイラストをですね、うん、あ、そう、使わせてもらってますんで、はいはい、なんかああいうのもね、嬉しいです。もしあれば、いや、嬉しいよ、うん、あのちょっと許可をいただいてね、積極的に、はい、許可いただきましたから、はい、ね、あ、ありがとうございます。直接許可いただきましたなので、ああいうことも嬉しいです、はい、なので送っていただけると、すごく励みになるなと思っております。はい、よろしくお願いします。あれあれ、その7300人はい行った時、はい、これ私ステッカーもしくは T シャツ、はい、ちょっとその時また検討しますけど、はい、プレゼントでしょ。7300人行ったら、7300人だからやっぱ73人、いいね。お、結構だぞ。結構だな。73人にステッカー、ね、抽選で73名の方に、そうそうそう、まあちょっとどっち作れるか分かんないんですけど、ステッカー、まあステッカーがいいかな、送るとかになると、ね、俺らも作りたいから、ステッカーまず。そうね、うん、まあでもできたら T シャツもね。そうだね、まあ、自分たちで一回作ってみて、そうね、試行錯誤して完成したものを、うん、まあ、もしかしたらそうだね、プレゼントできるかもしれない、うん、ということで、目指すは7300人いったらプレゼントします。ご応募いただいた方の中から抽選で73名の方に、オリジナルグッズプレゼントしたいと思います。はい、ナンバーって言う、ナンバー、シリアルナンバー、シリアルナンバー、あ、いいね。 T シャツとかだとね、うんうん、ちょっとどのくらいのお金がかかるのか私は知りません。はい、まあちょっとでもそういうことをね、還元できるようなことをしていきたいなと思っておりますので、はい、今後とも応援をよろしくお願いします。お願いします。それではバイバイ。バイバイ。だからそれ違うんかい、うん、違う、ガラスの内からよ。ガラスの内からどこに、だからね、外装に貼るとさ、こう表からペッタンって貼るような感じ、はい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 、そうじゃなくてガラス越しに見たいってことよ、内張りっていうの。え、運転席から見たいってこと？運転席には貼らないけどね。じゃあ運転席内側から見れるところに貼りたいってこと？じゃあ外から見た時に、うん、ガラスに外に貼ることはできないじゃん。こんなに伝わらないことある？